大阪市立南津森小学校は、大阪市西成区にある公立の小学校、略称、南津。当時の西成郡、津森村での児童数増加に伴い、津森村南東に1922年5月1日、津森尋常小学校分教場が設置された。分け教場は1924年4月、津森第二尋常小学校として独立した。 1941年には国民学校令の施行により大阪市南つもり国民学校へと解消された。大阪市では国民学校への改変の際、従来地域学校設置順位の番号で命名されていた学校名については番号名での校名を排して地名などを取り入れた校名へ変更する方針が合わせて出されたため南つもりの校名へと変更している。 太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、大阪市など大都市の国民学校児童に1944年以降、学童疎開を実施するよう指示が出された。大阪市では、園庫での疎開を原則としたものの、園庫に頼れない児童については、学校から集団疎開に参加させることにした。疎開先の府県は、大阪市が、各行政区ごとに割り当て、 西成区の国民学校に対しては、大阪府南部及び和歌山県への疎開が指定された。南津森国民学校の児童は、和歌山県海藻群友好村に疎開した。1947年の学生改革により、大阪市立南津森小学校に改称した。また同年には、新生中学校制度が発足したことに伴い、 新生大阪市立西成第三中学校が南、つもり小学校の教室を借用して開校した。中学校との同居は1948年6月まで続いた。ありがとうございます。